毎年春になると何百人もの冒険家たちがエベレストさんの名でも知られるチョモランマの登頂を目指します彼らはベースキャンプに何ヶ月も腰を据えてそびえ立つ頂上への命がけの登頂の機会を伺いますしかし人はなぜ命がけでエベレストに登ろうとするのでしょう挑戦のため警官のため空に触れるためエベレストが世界最高峰の山であることが多くの人をエベレストに引き寄せています ここで重要な違いをはっきりさせましょう麓から頂上までの高さが世界一高いのはマオナケアさんですが海面からの高さが8850メートルであるエベレストさんが地球上で最も高い標高を有していますこのそびえ立つような形がどのように形成されたか理解するために大陸プレート同士の衝突が起きている地球の地殻について掘り下げて理解する必要があります地球の表面はアルマジロの輪行版のようになっていて各々の,の,の近くは絶えず互いの上下左右に 動いています大きな大陸が動く速さにしては比較的速く年に2から4センチほど爪が伸びると同じ程度の速さで動いています2つのプレートが衝突すると一方が他方に押し込むか下に沈み込み境界部が曲がって余分な近くが行き場を求めて隆起というものが起こりますこうしてエベレストはできたのです 5000万年前インドプレートが北上しより大きなユーラシアプレートに衝突し地殻はぐしゃぐしゃになって大規模な隆起が起きましたエベレストはこの地質活動の中心インドプレートとユーラシアプレートの衝突帯の端にあるのですしかし山の姿は隆起以外の別の力によって形作られています陸が押し上げられているので空気の塊も上昇します 上昇気流が冷却され、空気中の水蒸気が凝縮し、雨や雪が作られます。これが降り注ぐと、地表をすり減らし、岩石を溶解または崩壊させ、いわゆる風化を引き起こします。斜面を下る水が風化を受けた物質を運搬し、地表を侵食し、深い渓谷とギザギザとした峰を形成していきます。隆起と浸食の釣り合いによって山陽が形成されているのです。 神々しいヒマラヤ山頂となだらかな丘が続くアパラチア山脈とを比べてみてくださいすべての山が同じでないことは明らかです。 この違いには山ができてからの時間も関係します。大陸の衝突の開始時には流気が素早く起こります。急な斜面の形成とともに頂上が押し上げられますが、時間とともに重力と水の作用がこれを削っていきます。ついには侵食が流気の速さに追いつき、頂上は押し上げられるよりも早く削られていきます。山を形作る3つ目の要因は気候です。 氷点下では一部の雪は完全に溶け去ることがなく氷になるまで徐々に圧縮されていきますこれが接線を形成しますがその高さは気候に依存し場所によって様々です凍てつく極地方では接線は海面と同じ高さですが 氷が集結すると計り知れない自重によって滑り始めゆっくりと動く凍った川いわゆる氷河を形成しその下にある岩を削っていきます斜面が急なほど氷の動きは速くなりより素早く下にある岩を削っていきます氷河は雨や川よりも素早く地表を浸食します 山の頂上付近にある氷河は非常に早く侵食を引き起こしまるで雪でできたノコギリののよううに頂上を削り取ってしまうのです。では氷でできたエベレスト山はなぜこんなにも高くなったのでしょうか流起を引き起こした大陸同士の衝突が巨大な地殻変動であったことが一つ目の大きな要因です。 二つ目にエベレスト山は熱帯付近に位置しているため接線の高度が高く氷河が比較的小さいので流れ出すのに十分な大きさになりにくいのです嵐の多い気象条件によって山の異様が維持されていますがいつまでもそうとは限らない刻一刻と変化していくこの世界では大陸プレートや気候や地球の侵食作用などの要因が相まっていつしかエベレスト山を小さくしてしまうかもしれません 少なくとも今はエベレスト山は登山家や冒険家無双家たちにとって伝説の山なのです毎週新たな学びとの出会いがあります